人生っていうのは時々ですね、耐え難き悲しみに沈まなければならない時があります。もちろん、自分の子供を失ったりですね、自分自身を思いがけない病気が襲って命を落とすこともあり、また空から爆弾が降ってくることもあります。それは生身の人間として、致し方ないことでありますが、当人にとっては耐え難い苦しみであることもまた間違いありません。2012年3月11日に、東北地方を襲った、大津波ですね。これはもう2万名の方が亡くなったわけですから、非常に大きな悲しみを、もたらしたわけですね。その災害が起こった原因は何かと言いますと、これはもちろん私がいつも言っているように、地震学者が地震がどこに来るのかわからないのに東海地方に来たと言って膨大なお金をもらったということにあると思いますね。これは専門家の最も重要なことに欠けていた、倫理観に欠けていたということで、自分が仮にお金がもらえると思ってもわからないことはわからないということを言えば、東北のある地方ではですね、対策をさらに取ったかもしれないわけです。次にはですね、例えばこの問題の大川小学校、これは石巻にある小学校で、ちょうど北上川の河口に相当しますね。地図をちょっと出しておきましたけれども、左側には市内がありまして、市役所だとかそういったものがあります。北上川を挟んで、橋のすぐ向こうに小学校があります。丸の3つの印の3つのうち真ん中が小学校、その下が山に逃げればここだったというところ、それから実際に避難しようとしたちょっと高台、北上川の近くの高台があります。それでこれが裁判になって、小学校、大川小学校の教職員の判断が間違ってたということで、裁判所は14億円でしたかね、その支払いを県に求め、県はそれを不服として高等裁判所に控訴をしている段階ですね。私がズバリ、判決を下すならですね、やっぱり賠償責任は問いませんね。まず非常に大きな地震があった。これは地震学者の、もし罰するなら地震学者ですね。地震学者がそう言い、文部省が気象庁ですかね、そう言ってる限りは、地震学者と気象庁の責任は問えるけども、各自治体はやはりですね、気象庁などが言う地震の予想を信ずるしかないわけですからね。しかも職務としては信じざるを得ないわけですから。もし気象庁がですね、地震はどこに来るか分かりません。それぞれの自治体はそれぞれの自治体で、防御してくださいと言ってればですね、それは自治体に責任を負わすことができます。それから学校なんですけども、学校もまた、聖人君子ではありませんから、東北地方に地震が来ないと、まず第一に東海地方に来るんだと言ってる限りはですね、それほど十分な備えはしていないのが普通だと思います。この場合はですね、大川小学校は標高たった1メートルだったんですが、避難、地震とか津波の避難指定地域なんですね。それから先生方13人ぐらいおられたんですが、10名が亡くなっています。生徒さんは75名ぐらいのうち70名が亡くなり、先生は13人のうち10名が亡くなり、スクールバスの運転手も亡くなっております。誰もがですね、もちろん子供たちを死なせちゃいけませんが、自分も死にたくないわけですよ。ですけども、ほとんど9割の方が命を落としてるっていうことはですね、そこの場にいた人が最善の判断をしても子供たちは命を落としたということなんですね。もしも先生方は全部助かってるけども児童だけは全部死んだっていうなら議論に、それでも議論になるっていうぐらいだと思うんですね。っていうのは、先生方はその時津波が6メートルと聞いたわけですよ。
後に10メートルと訂正されましたけど6メートルだったわけですよ。それでこの1メートルにあった、校庭から 6.8 メートルの高台に移動しようとしたんですね。その時に山に登ればいいじゃないか。それ山は70メートルありますから。しかし山は崖崩れが地震の後だからあるんじゃないかという意見もあって、先生方が協議した結果、その高台の方に、ちょっとした高台の方に移ろうということになった。それが後になってですね、津波が15メートルだったとかなんか言ってもらったところでですね、それは判断できない。そんなこと言うんだったら、大体、石巻市をなんでこんなところに作るのと。もう膨大な人が死んだんですからね。どうしてそんなところに小学校を建てるということを決めたのと。それからその、避難、津波15メートルの津波が予想されてるなんつったらですね、なんでそんなとこに小学校建てて避難地域がないのと。それは原発でも同じですよね。原発でも 5.7 メートル、福島原発 5.7 メートルの堤防を作れば大丈夫だと思ってたら15メートルが来たわけですから。だからこの東日本大震災の問題はですね、第一にやっぱり地震学者が話したっていうことなんですよ。地震学者はもう地震について大いに研究して、学会で何と言ったっていいんですよ。学会で何を言おうと、それは学問の自由ですから。しかし、気象庁の中で言って、気象庁がそれを活かして、どこに地震があると言って、政府がそれに対してお金を出すっていうところまでするとですね、それはもう地震学者の責任、気象庁の責任なんですよ。それに応じて国民は動かざるを得ないわけですから。それで動いた国民が罰せられたら一体どうなるのかということですね。それから、先生方が出てきて説明されなかった、生き残った先生3人おられたと。だけどね、僕はそれはもうものすごく深く反省してると思うんですね。自分たちの子供を70人も亡くしてしまった。それでね、亡くした父兄の前に出てこいっていうのはね、人間じゃありませんよ。ええ、判断は間違ったかもしれないが、先生方も共に児童を助けようとしたんだ。先生方は児童を助けようとしなければ、個々バラバラに児童を投げ捨てて、逃げ帰ってしまえばいいんですから。それをしてたわけじゃないんですよ。先生方も共に死んだ。それから、時間もありませんから、だから僕は今度の判決はね、最近の日本の裁判のように、社会におもねる判決なんですよ。こういうことやっちゃいけませんね。そしたら石巻の市長さんも、宮城県の知事さんも、首相も、全部罰しなきゃいけませんよ。それは当たり前のことですよ。弱いからつって小学校の先生だけを罰するというのは問題だと思います。それからもう一つはですね、小学校に児童を預けている父兄責任ですね。僕はいつもいじめの時に言いますが、児童がいじめられて自殺したっていうやつの8割は両親の責任ですよ。この場合もそうですね。地震が来たら学校が安全ではない、もしくは避難経路がはっきり決まってないというのは学校の責任じゃありませんよ、僕に言わせ。学校の責任も少しはあるけど、やっぱり第一に父兄の責任ですよ。父兄が我が子を学校に預けるなら、父兄会とかそういう場を利用して地震対策がどうなってるのかということをずっと議論しておかなきゃいけないんですよ。学校に預けた時の児童の安全の問題は第一義には父兄ですね、保護者ですよ。なぜ保護者というかって言ったらですね、児童がまだ年若くて判断できないのに、ので、保護者に児童の保護を頼んでるんであって、保護者が先生に児童の安全を委託した場合は、それでも委託した先生がどういう対策を取るかというのを見守るのは保護者ですね。ですから保護者がいたけだかに学校の欠点を言ってるのを私は賛成できません。こんなことをしたらですね、学校教育が非常に非難され、学校の先生がビクビクし、学校の先生に優秀な人がなりたがらないという社会的背景もあります。これもやっぱり父兄や父兄の責任ですね。私たちは子供を作った両親としては、保護者としては、やっぱりもっと親身になって子供のことを考えなきゃいけないと思いますね。学校任せをして、学校が不十分だったから、その苦情を言うというのでは、
両親とは言えないと私は思います。亡くなった両親には極めて同情しますが、それが人間というものだと、それが今後のこういった事故を防ぐ重要な鍵になる。小学校の責任にしたらこういう事故はなくなりませんが、両親の責任を問えばこういう事故はなくなると私は思います。